こんにゃく版は、平版印刷の一種である。勝負数印刷や陶器、焼き物の絵付けに使用された。世界的には一般にヘクトグラフと呼ばれ、他に、ゼラチン副写機、または、ゼラチン版、ゼリーグラフとも呼ばれる。19世紀のヘクトグラフの広告1869年に、ロシアのミハイル・アリソフが考案したとされる系、印刷技法の一つで、 1879年にドイツのヴィンセント・カイゼルとルドルフ・サークが考案したとの説もある。ヘクトグラフの名称は印刷可能枚数の目安である100枚にちなみギリシャ語のヘクトから名付けられた。日本では技法が紹介された際、転写に用いるゼラチンパッドをこんにゃくに見立ててこの名称が付けられた。おおむね数十枚から150枚程度の印刷が 可能で、1880年代に公案、商用化された、当社版登場までの軽印刷の主流となった。同じく数十枚程度が印刷できるスピリット、副写機や、さらに当社版なども含めた、軽印刷全般を指して、ヘクトグラフと称する場合がある。アニーリン染料などの専用インクを含有したペンや、鉛筆、カーボンペーパー、または、 タイプライターリボンで筆記した紙のマスターを水や水溶性溶剤で湿らせたゼラチンパッド状に圧着してパッドにインクを転写。マスターを引き剥がした後パッドに印刷用紙を圧着させることで再転写を行い印刷する。このためマスターは胸像で製作する必要はない。印刷時にはインクが乗ったゼラチンの表面を爪などで 傷つけないよう注意することが必要であった。使用後のゼラチンパッドは水や溶剤に浸してスポンジでインクを除去するか専用の厚手の吸い取り紙シートで表面を折ってしばらく保管することで再び使用することができる。ゼラチンパッドはゼラチン、グリセリン、硫酸バリウムを水に溶解して凝固させたもので日本ではゼラチンの代用品として 寒天も用いられた。インクはメチルアニリンバイオレットやアニリンレッドと水、アルコールを混合したものが主に用いられた。ありがとうございます。